こたつ選手、番組と柴崎選手、3番組とトシ君、4番組と千葉さん、そして5番組とリーマス選手、ご代理でいきます。フレームには注意です。さあ、どうにかしてこたつをトップから下ろしましょう。頑張っていきましょう。いきます。ミニクラス決勝レーススタート、5秒前。ストップ、ストップ、ストップですね。スタッカースタートになっています。はい、もう一回いきます。すいません。ミニクラス決勝レーススタート、5秒前。先生に紹介しました。1周目、さあ、まずは9時から来た。こたつ選手、この後ろからぴったりいきます。さあ、先頭。さあ、さらに終わっていった、ピッタリいった。さあ、ここに乗ってる。さあ、ピッタリだったら9時の話。3ページぐらい、ひねりがありましたが、きれいに着地して、さあ、そして頑張っていると、トッチが、いったのか、一気に最高になりました。さあ、トップ、トタクス選手、トップ、トタクス選手、リボンズ、シュワーさあ、またトリタカル選手、トップのパンパンという指導を今、トップまで約3年と2秒というのが、まだ10秒あるか。こちらで14秒、4時間の選手、ボディタイム14秒、18秒、トラベキ選手、マウンジカー。それで、トップも14秒、4時間。さあ、ここからの時代、そこに座ってくれるの時代、そして、ダブルマンズが仕掛けて、仕掛けて16秒に、今まで15秒に次のレッド。さあ、トップ、この時期、今通過。さあ、もう本当はありません。あとは、どこかで仕掛けて、そーっとトップに来た。危ない。2人は3回目でトップに来たら、まあ、ハンドルストレートで行くまではいかないか、さあ、20秒。お尻でちょっと滑らせながらのこたつ選手。さあ、どうもこたつ選手がしっかり回ってます。しっかり回ってる。さあ、さらにはトシ君がここで最速。さあ、決勝レースの最速ラップをマークし、トップグループが追いつきそうです。その後ろ、千葉選手、単独に向かって、さあ、トップ以外、その後ろに現役大が明らかに近づいている。あー、結果、トップグループを追って。さあ、さらにトップで、現行のバックマークから来ている。さあ、ここをパンチするときに、最後、6回に行くか。さあ、来ました、トップ以外。ありがとうございます。さあ、次のレース、ナイトバックをオープンした。これはすべてのランドの、行き続けた。さあ、ランドに行きましょう。なんとかトップキープ、トップキープ。残り時間がまだ2分10秒あります。さあ、トップを持って前進する長い1分間。さあ、取り込んだ。さあ、あとは1分からどこで止まったのか、じっくりと伺っている状況。さあ、トップもまだ諦めてない。トップとの差が 2.4 秒差、あと2分30秒。さあ、トップもここを行っていたい。しかしね、切り込みからもう終わりです。さあ、ここでこたつ選手の今のランプ。自己ベストを更新して逃げ体勢に入っている。あー、こたつ選手、ここで終わってる。
飛んで飛び交わせでちょっと届かない残り時間の1分さあトップ飛び出しちょっと感覚がこれ以上近づけないのが飛び出し限界なのかあーちょっと同じようにたまらず切った飛び出しトップ落下戦で40秒さあ前半のプレッシャーを離れてねさあ、中盤からは、世界の結構に変えられるのが最後。これを優勝となったかなと思っているよ。残り9分よ。さあ、カウントダウンに入っています。残り5秒になります。どこどこファイナルランパイク、ここで来たんだ。ここで時間で岩手市と岩手市と岩手市とさあ岩手市と岩手市と岩手市と海が渡らないとそして岩手市と岩手市と岩手市はこたつ選手おめでとうございますさあ前半のプレッシャーにも勝ち今晩は見事トップを譲ってくれて優勝しましたバッテが翔太選手、3番手がトシ君という組の総合ですねそしてアーリアフクラス、こちらの8台での総合を迎えますアーリアフクラス、F1 勝ち